やらなきゃならないことがあるんだ。そのためには強くなるしかない。天川春人はもう死んだ人間だ。今はリオとして生きている。俺はとっくにこの手を汚す覚悟を決めたんだ。あの男への復讐を果たすために。さっき言ってた前世ってどういうこと？お兄ちゃんが日本人だったってその人たちにも話したってこと？綺麗。こんなの初めて見ました。この世界にお兄ちゃんがいるなら私探しに行きたいです。わからない。でも魔物みたいな感じがする。この混乱の最中まさか勇者まで。勇者の証、俺の真相、ヤマタノオロチ。どこかでお会いしたことはないでしょうか？探しましたよ、ルシウスさん。実はあなたのお力をお借りしたいのです。で、俺に何をしろと？要人の誘拐です。対象はベルトラム王国第二王女フローラ・ベルトラム。今輝きの目の、今度は私があなたを助ければいいよ。ありがとう。あとは私がやる。そんな偶然あるわけないよね。ずっとずっと一緒ね。私たち友達だもん。汚ねえ手で殴りやがって死ねえよ。謝るな。どんなに謝っても許されないことをしちゃったのに。これで終わらせる。精霊幻想記10月7日放送開始。